いないソカロ広場。これトウモロコシ何をつけてるのか分かんないですけど、これで60円です。いただきましょう。ああ、これはねマヨネーズを塗りたくってますね。これ白いのは何だろう。チーズっぽいですね。粉っぽいのはそれにチリパウダーって感じでしょうか。新しいね。これは味わったことがないトウモロコシ。もちきびですね。もちもちしてる食感が、うん、日本で食べるトウモロコシとちょっと違いますよ。結構人気だな。結構みんな来る。雰囲気もそんな悪くないです。ね、家族で、まあ、市場に行ったりとか買い物したりとかしてる雰囲気で非常にこう明るい雰囲気がいい感じですね。靴下に穴が開いてたんで新しい靴下を露店で買いました。ドクロマークで。これで10ペソ60円です。ちょっとね小物を買い物したりとか、まあ見てるだけで楽しいですね。活気があります。ソカロ広場から歩いて行ける距離の中に結構おしゃれなカフェ、あと2階のテラス席とかありますね。ちょっと今の時間帯テラス席が満席だったんで、1階のこのようなテラスのカフェに入りました。コーヒーとドーナツ1個ついて30ペソなんで相当安いですね。パン温めてくれてますね。あったかい。
うん、うまいな、意外とうまい。でもですな、すごい人やな。なかなか面白いですね。他のヨーロッパとか他の国では見ない呪術的なお祓いみたいなやつですかね。結構やってもらってる人いますね。まあ日本もお祓いがあるぐらいですから、まあにね、よりでもシャーマニズム的な、まあファッションとか見るとでもちょっとシャーマニズム的な雰囲気がかなりありますよね。うん、いやーでも面白いな、独特やな。結構観光客というよりは地元の人がやってもらってる雰囲気ありますね。結構ね、呪術お祓いのために並んでる人結構多いんですよね。すごいな、ほんとね、観光客というよりは地元の人が多いんですよ。でもね、煙自体はいい香りですね。なんかハーブっぽい、アロマっぽいいい香りです。おー、これはすごいわ。学生に助けてもらいまして、ようやくたどり着きましたね。学内バスでレクトリア、このバス停で降りてください。いやー着いたわ、長かったわ。大学でかすぎるから、もう学園都市だから軽い気持ちで来ちゃダメですね。ちゃんと調べてこないと。いやーちょっとね、苦労したんで達成感がすごいな。